それでいきたいと思います。先行ガッティン高校童貞くん DJ クレハレディファイ。何人も MC が出たのに誰もこの子を褒めてない。俺から一言言っとく、DJ クレハ、ここまでナイスビートだ、ありがとうな。じゃあここからまず仕切り直し、相手は皇帝くん、髪が赤いロンドンブーツ、ブッツブッツブッツさせ MC。 確かにラップはビートがなきゃできない、まずは感謝を送ってる。だが先行がかる人間が DJ じゃなくて、まずは俺を褒めた。いや褒めるとかでもなくてもいい、リスペクトを込めてディスをくれよ。そこがバトル、熱く目を見てるだけ。ガッティここは負けらんねえな。ごめん、お前のこと何も知らないから、俺はディスったりもできない。だからお前のラップ聞いた後褒めようと思ってたとこだけども、お前のラップを聞いたが褒めどころが全くなくちゃ褒めれねえや。身の程が決まえろ、身の程知らずのガキが。いやてめえは何回バトルしてんだ。バトルしてるなら褒めどころ探せ。それがラッパープロの仕事か分かってねえ。もうどっちって話だ。これはフロンティア、若手が勝つバトルだ。若手じゃないやつは下がれ。俺が今日優勝いただけ、ガッティここで行くぜ、バイバイだ。終了、それでは判定をお願いいたします。先行ガッティ、高校童貞くん、勝者ガッティ童貞くんをお聞かせてお願いします。